今日はこの書いたお家を説明したいと思います。一番最初は玄関はここから入って、でここ行くと靴を入れるところがあって、ここに長い廊下があるんですけど、最初ここに行くとスポーツとかゲームとかをやるところになってて、これはただのテーブルで、これはボーリングのピンがあるところで、ちゃんと6個あります。ここにビギナー、インターミディアドバンスと書いて、ここにビギナー、ここにビギナー、ここにインターミディアドバンスって書いてて、ここにボーリングのボールがあります。ここらはバスケットボールコートで網があってボールがあって、これはサッカーのゴールのところでサッカーボールがあります。ここに行くとジムがあってボールとかがあって、これは重い持ち上げるやつです。これは走ったらこれも走るやつで、これはなんか何か分かんなかったんだけど自分っぽいから書いてみました。これは鏡です。ここに行くとこれがあって、ベッドルーム、クローゼット、机ってなって1個目のベッドルームです。これはライブラリーで、カーペットがあって絨毯があって、ここにいっぱい本棚がでかくあります。ここに行くと、トイレがあって、これトイレですね。お風呂場があって、シンクがあって、これはトイレです。これはベランダ、ちっちゃいベランダだで、ですね。これは木の机とテーブル、机と椅子があります。ここを行くとリビングルームとダイニングルームがあって、でもリビングルームとダイニングルームをつなげることもできます。これは最初はリビングルームで、ここが TV になってて、ソファ、机ってなってて、もし TV をみんな見たくなかったもう見たくなかったら、これをこうやってヒューってやって、でここのハンドルでシューってここに入れて、リビングルームとダイニングルームをつなげることもできます。これはキッチンで、すごい高い大理石が下になっています。床はすごい高い大理石になっています。これはいっぱいのものです。で、ここにカウンターがあって、ここが空いてて、そしたらいちいちこう行かなくてもここで何か受け取れます。これはベンチがあってテーブルです。ここのカーテンを開くとランプで、ちっちゃい机があって、またちっちゃい椅子があって、ここは喋れるところになってて、ここにはピアノがあります。ピアノ、こっちを行くと、ここにもう一個のベッドルームがあって、ここはバンクベッドがあって、2個机があって、椅子もあって、これはクローゼット、2個クローゼットで、これはカーペット、カーペットの上にはビンバッグ、クッションがあります。で、こっち置いて、ここにはシークレットルームで、ここに行けることができます。こうやって行かなくても、でもここに行くと
ベッド、ツインベッドがあって、ここにテーブルがあって、このお花の、デザインは鏡になってて、で、これは椅子です。で、さっきも言った通り、で、あ、ここの鏡にはエンパイアステートビルディングか何かのビルが映っています。で、さっきも言った通り、ここにはシークレットルームで、シークレットヘアで、ここに行きます。ここは、ここのラストの、ベッドルームは、あ、これはあのまたもう一個のトイレで、ここにはーいって書いてあるカーペットがあって、ここにでかーいシャワーがあって、2個シャワーのところがあります。これトイレで、これシンク、トイレとペーパーもちゃんとあります。で、ここのちっちゃいところ行くと、お客さんが来たように来たら、ここにクローゼットがあって、ベッドがあって、TV もあって、ここにデスクがあります。ちっちゃいテーブルで、ここへ行くと、ここからここのへ行くと、これが見えますね。これはもしウォール、この壁が汚かったら、これをここにハンドルみたいなのがあって、まあこれ、まあ、これと同じみたいなやつなんだけど、これをプッシュすると、ここに邪魔だったらここに行けて、で、なんかオンラインスクールとかやるときはこれをやって、ここには水色の飾りがあって、テーブル、ベンチってなっています。終わりですかね。バイバーイ。